15チャンネルをご覧の皆様、おはようございます。ヤンガスです。今日は、ジョージアガイドストーンのね、とある一つのね、ことについて説明したいと思います。で、今ね、ジョージアガイドストーンの中でもね、取り上げられるのは、大体まあ、ほとんど99%以上、すべて人口削減。 世界のね、人口を5億人にして、それで安定させるっていうのがね、一番注目されてるんだけど、今日はそれと違うことを話したいと思います。で、ワクチン素がその人口削減なんではないかって言われてるのね、それはまあ皆さんご承知の通りで合ってるんだけど、今日は3番目の項目。 新しい生きた言葉を使って人類を団結させるっていうことについて話したいと思いますではその新しい生きた言葉って何っていうとね最終的にはテレパシーを使うようになりますでもその前にテレパシーをいきなり人間の言葉から テレパシーっていうとギャップがありすぎるのでその前に皆さんがしゃべるようになるのは宇宙語英語だとライトランゲージ光の言葉波動語と言ったり天使語と言ったりもしますけれどもねそういうエネルギーで意思の伝達が可能な言葉がありますで私はもう10年以上前からこれを教えているんだけどこれをね最近 ものすごくね使う方がもう日増しに本当に指数関数的にもどん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 毎日新しくそういう方が増えているのでこれは間違いなくライトランゲージ宇宙語を使うようになりますでそもそも人間っていうのは縄文時代はテレパシーを使っていたし聖書にも記述があるんだけれども バベルの塔であまりにも高く作りすぎたから人間がテレパシーが使えなくなってねそれぞれいろんな種類の言語を使うようになって意思疎通ができなくなった今はその延長上なのねでこれで新しい文明が終わってまたテレパシーをね使うようになるんだけれどそのための新しい生きた言葉っていうのが宇宙語ですこれは本当に生きているんだけどもともとじゃあ 言語が生きてい霊っていうのは一つ一つの「あ」とか「い」とか「う」とかいうその中に高超高次元のエネルギーがね含まれているのねもともとね言葉は神であったとも、ね、言われているぐらいのことで神道日本の神道だってね48の色葉一文字一文字が 神であるるとも言われてるんだけどその辺の話はちょっとここでは難しいので結局日本がね世界の元なんだけど、うん、そのためすごいその色配一文字一文字には意味が込められてるんだけど古史古伝の中の残っている「ひふみのりと」とか「カタかむな」とか、うん、そういうものにあとは押して文字とかそういうものに すごいエネルギーが込められてるんだけどちょっとその話をすると長くなるのででライトランゲージ宇宙語それを話すようになるのは実は1時間ももあれば誰でも話せますただそれがどういう意味があって、うんね、何を意味しているのかとか相手の言ってるのを理解するのにやっぱり何ヶ月か数ヶ月、まあ、何でもそうだよね言語を習得するには。 やっぱり最低でも半年1年ぐらいはかかるでしょそ,んなかそのくらいあれば十分習得できますなので話すようになるだけなら1時間もあれば大丈夫でこれからはライトランゲージを使用して縄文時代のようにバベルの当設立以前のようにテレパシーを最終的には使っていくようになります、はい、で私もね宇宙語をしゃべらすようにするならもう1時間もかかんないでできちゃうので 1>, 1万円以内でできるので、ね、よかったらセッションの方も募集しております。これからの必需品、ライトランケージですね。はい、以上です。本日はご視聴いただきありがとうございました。では失礼します。